らいでね。カタリンのお母さんが言いました。中からは女の子の悲鳴が聞こえてきます。キャーキャーうるさいな。列の先頭で大君が言いました。何が怖いんだよ。どうせお母さんたちが作ったお化け屋敷ちゃんか。ねえねえ、僕一人で入りたい。知らないわよと係のお母さん。いいよいいよ、僕平気。じゃあどうぞ。中に入った大君の後ろでピシャッと戸が閉まりました。明るい廊下にいたせいで真っ暗。大君は早速上着の下から懐中電灯を取り出しました。これさえあればへっちゃらだい。お化け屋敷の中は細い迷路のようになっています。昔の髪を結った女の人が塀の上から手招きをしています。誰のお母さんかな。色が白くて綺麗なお母さんだな。ユミちゃんのお母さんかな。なんて思っていると、突然首が塀を越えてニョロニョロニョロ。うわー、ダークは思わず懐中電灯を取り落としてしまいました。でもすぐに拾ってパッと光を向けると、ロクロン首は悲しそうに泣きながら塀の向こうへ引っ込みました。よし、今度こそどんな仕掛けか見破ってやるぞ。ちょうど塀のそばに大きな石があります。大君はズボンのポケットに懐中電灯を突っ込みました。そして男の子に、ちょっとそこで待ってるんだよ、すぐ戻ってくるからね、と言うと石を踏み台にして塀によじ登り、向こう側に飛び降りました。そこは草ぼうぼうの墓場でした。ふわりふわりと人玉が飛び交っています。墓石の間をスーッと何か白いものが横切ったような。なんか変だぞ。教室ってこんなに広かったっけ。お兄ちゃん怖いの。ドキッとして振り返ると、あの男の子が立っています。なんだよ脅かすなよ。だけどよく登れたね、あの塀を。お兄ちゃん怖いんでしょ。うるさいな、怖くなんかねえよ。きっともうすぐ出口だよ。さあ行くぞ。あれ、懐中電灯がない。さっき飛び降りた時に落っことしちゃったのかな。そこで草むらを探していると、あたりがぼんやり明るくなりました。ふと見ると雲の間から月が。そんなはずないよ。大君はブルブルっと首を振りました。ここは教室のお化け屋敷じゃないか。あの月だってきっと銀紙でできてるんだよ。そうだ、おい、歌を歌いながら行こうぜ。こういう時はやっぱりあの歌だな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。大君が歩きながら大きな声で歌い出しました。すると、ざわざわ火が騒ぎ、大勢の声が言いました。そして、墓石の影から木の影からお化けが思いの姿を現しました。
ました。後ろからあの男の子が現れました。お前いつの間に生暖かい風がどーっと吹いてきて男の子の髪を吹き散らしました。見つめ小僧だ。そこは明るい学校の校庭でした。みんながサッカーやドッジボールで遊んでいます。助かったんだ。おーみんな、大君はほっとして友達の方へ駆け出しました。どうしたの大君、真っ青だよ。ヒロ君が言いました。一人でお化け屋敷に入ったりなんかするからだよ。それで怖かった？とも君が尋ねました。大君がこくりとうなずくと、あきら君がよっぽど怖かったんだね。口も聞けないなんてさ。いや、大したことないよ。大君がついついそう強がりを言った途端、嘘つくなよ。本当はすごく怖かったくせに。ふと見ると、みんなの影がありません。大君はチリッチリッと後ずさりしました。みんなもチリッチリッと近寄ってきます。そこへ担任の花井先生が通りかかりました。あ、先生助けてー。あら大君どうしたの。先生も影がない。先生の舌が蛇のように伸びて大君の顔を撫でました。大君はへなへなと腰を抜かしてしまいました。逃げようとしても足が言うことを聞きません。四つん這いになった拍子に上履きが片方脱げてしまいました。履物が脱げたぞ。いい格好になってきたな。ありゃもしかするといるかもしれんぞ。本当にいるかもしれんって周りでガヤガヤそんな声がします。言うって何をと大君が聞くと、花井先生に化けていた口裂け女が、そんなことも知らないのかい。人間が恐ろしさに腰を抜かして履物が片方脱げたら言うことは一つに決まってるわよねえみんな。恐れ入りましたに決まったれ。わかりました。恐れ入りました。お化けたちは踊り上がって大喜び。おい聞いたか。聞いたついに言ったぞ。次の瞬間、何もかも消えて銀色のススキが風に舞う。ところが何かにつらづいて真っ暗な穴の中を真っ逆さま。どうやら井戸の底のようです。泣き出してしまいました。こんなところに。ちょっといたわよ。見上げると井戸の縁からお母さんたちが覗き込んでいます。あ、お母さん助けて。何言ってるのよ、早く立ちなさいよ。立ってみるとそこは段ボールで作った井戸の中。待てよ、もしかしたらお母さんも。大君はじっとお母さんの足元に目を凝らしました。
光灯に照らされてぼんやり影が見えます。わあ、はあ、ほっとして抱きつこうとしたら、こら、ダメじゃないの、みんなに迷惑かけて。お化け屋敷に入ったっきり、いつまで経っても出てこないって大騒ぎだったのよ。そう、睨んだ顔は怖いけど、やっぱりいつものお母さん。だってお母さん、本当に怖かったんだよ。おっかないお化けがいっぱい出てきて。バカね、お化け屋敷にはお化けがいっぱいいるのよ。あんたって案外臆病なのね。ダークがね。意外ね。その日の帰り道、お母さん、お化けに会ったらどうすればいいか知ってる？お母さんと手をつないで歩きながら大君は言いました。あのね、履いているものを片方脱いで恐れ入りましたって言えばいいんだよ。お母さんも覚えといてね。またそんなこと言って、今度上履きをなくしたらもう買ってあげませんからね。うん。久しぶり。